はい、こんばんは、ネスです。ヌシズリ64の続きやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、本日も釣りノート完成を目指してやっていきましょう。102魚種中残り3魚種と99種まで来ましたけど、残り3魚種がなかなか釣れないと。クルーズさんいらっしゃい、こんばんは。モンハンやってます。ちょっとね、大サクラマスと親にらみとダイアカメがね、なかなか釣れないんですけど、ブラックバス、これが主人公のネス少年です。アメリカザリガニ、どうしようかな。毛針でも買うか。というわけで、キマスタさんいらっしゃい、こんばんは、ありがとうございます。池の水抜いちゃう。そうですね、というかクルーズ誰も乗ってへんだんちゃうんかな。14個目さんいらっしゃい、こんばんは、ありがとうございます。ちょっとフライ買いに行きましょうか。フライ大サクラマスとかってフライで釣れへんかな。そうですね、みんな寝てるか他の放送を見てるか。こっちに大フライロッド売ってないかな。それは僕の実力。今日はね、もう根釣りの体勢でやってますんで。のっけから天地人モードですよ。フライだけでコンプできる。まあルアーでもいけたんちゃうかな。 PS ルアーでも相当な魚種釣れましたよね。あ、違う、渓流に行きたいね。まあ三条湖でも売ってるかな。フライ11フィート。これ買うか。230円と。非常にお得ですよ。金はね、どっさりあるんで。フライも各種買っちゃいましょう。でもサクラマスってなんかミノーのイメージある、イメージあるんですけどね。ミノーのイメージ。てか遡上してきたサクラマスって餌食ったりするんですかね。親兄弟の遺産。やばい、危ない。もうゲドウを釣りまくってますからね。ゲドウ残り3魚種以外全部ゲドウですよ。
渓流の釣り具屋見に行こう。64の釣りコンってほんまにこんな音なるんですよね。このチャリンコの音みたいな、ジー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 って、それがすげえ恥ずかしい。21個目さんいらっしゃい、こんばんは、ありがとうございます。スプーンでもマスきそうですもんね。ちょっとこの辺の、あ、すでに持ってる。あの大桜マス新聞、あれなんて書いてあったんでしたっけ、新聞、ああ黒川虫で釣ってるねんな。天から毛針餌釣り、22コマさんいらっしゃい、こんばんは、神ゲーやってます。ネロさんいらっしゃい、こんばんは、ありがとうございます。今日も神ゲーの時間ですよ。残り3周。というか親にらみもフライで食わんかな。最近はクリ減ってきた。そうですね、ていうかとりあえず今やってる分終わらせて、あ、でもまああれか、新しいのも始めたいんですけどね、なかなかちょっといろいろとやらなあかんことが多くて、フグ釣って売る肝入りで売りましょうか。肝に銘じてもう売りませんとあのじいちゃん言うてましたね。あそこでボケれるあのメンタル。いよいよノベルゲー、まあノベルゲーっていうか、まあとりあえず確定は PS の 3D、 いや 3D ではないかな、まあアドベンチャー、アクションアドベンチャーになるんかアドベンチャーになるんか、ちょっとまああれですね、まだ僕もあの初見なんでどういうもんかわからないですけど、あの金曜日枠ですよ。ドッグズライフに続く神ゲー来ますから、それをねちょっと早めにやりたいんですけど、エンジンかかってきた。フライ、うん、親にらみとか多分ボトムにいますよね。ボトムというか岩にへばりついてるっぽいからな。ウェットでいくか。ストーンフライ。
カディスで一回やってみましょう。このね、フライのキャスティングをスーファミ版みたいにシュッ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 ってちゃんとフライの動きやってくれたらいいねんけどな。あ、いきなり来てないか。これ何？モツゴですかね。追い川やな、今見えたのは。まあでもノベルゲーはほんまになかなかやることも少ないかな。まあある意味ノベルゲーといえばノベルゲーをやろうとも思ってますけど、あとはファミコンの RPG ですね。ファミコンの RPG も確定してますね。それもずっとやりたかった一本。ストゴやる。格ゲーもね、僕下手くそなんで恥ずかしいんですね。中途半端にできるもんは恥ずかしいんですよ、なんか。あはミスった。モツコでした。どうせやったらもう全くできんか、めっちゃできるか、どっちかをやりたいんですよね。V いらっしゃい。レイカちゃん。こんばんは。でも親にらみの影が全く見えないですよね。このエリアにおるはずなんですけど。めっちゃできる、まあ割とないですか？アクションゲーはめっちゃできる方やと思ってるんですけどね。まだ足りないですかね。瀬の里引退と聞いて、31個目さんいらっしゃい。めっちゃできるのはクソゲー。まあでもクソゲーやらないですからね、僕。神ゲー以外。32個目さんいらっしゃい。こんばんは。おいかわやな。無理やり横綱にして無理やり引退させる横進。じゃ白鵬もなんか、休場かみたいな話ですよね。てか横進がほんまクソですよ、あんな。そんなん勝ち上げなんて今に始まったことちゃうのにな。それまで放置しといて。急にですからね。ある意味白鵬もちょっとかわいそうやなと。まあ今場所で身体問われるみたいなことは言われてますからね。今場所の結果次第みたいな。まあでも一回横綱まで上がっちゃうともう後ろというか降格がありえないんでね。結果が出なければもうやめるしかないわけですよ。とにかく横綱というのはその地位を守るためだけに存在する。得意技封印したらそら成績落ちる。うん、勝ち上げは楽だから一度癖がつくと無理。そしてね、対戦する力士もダメですよ。あれ突っ張り相手が勝ち上げ封印してるんやったらね、しっかりもうがっぷり組んでそれで勝ったろうというね、力士がおらんとダメなんですよね。
それが人情相撲ですよ。変化するしかない。白鵬が勝ち上げてこないんであれば、がっぷり組んでね。ここじゃないな。がっぷり組んでキッスする。ルールを変更する。まあルールはね、ほんま合ってないようなもんですからね。まあでもそんな言い出したらまた外人には分かりづらいから、ルールを明確にするべきやみたいな話になったりして、でもそうなってくるとまた相撲とは別物になりそうな感じですよね。どうぞ。まあ日本のいいところでもあり悪いところでもあるんでしょうけど、白黒はっきりつけないというのはね。41個目さんいらっしゃい、こんばんは、ありがとうございます。フライあかんかな。スパイダーでも天ぷら釣り、あ、天ぷら釣りあれか、桜マスか。やっぱウエットの方がいいですよね。メイフライウエットいくか。とにかくエリアやねんな。ヒカルのゴムをやりましたね。僕がほんまにやってコメントが怖かったゲームってヒカルの5ぐらいちゃいますかね。めっちゃ怖かったんですよコメント。あん時はいそれ握手みたいな。今のあかんなみたいな。ガチ勢がねいっぱい来ちゃってめっちゃ怖かったですよヒカルの5やった時は。何をコメントしていいかわからないですよね。多分囲碁タグで来た人らばっかで、で僕はその囲碁のこととかも全く知らんから、それ通してちょっとルール覚えようかなというぐらいのレベルでやったんですけども、みんなで一緒に覚えようみたいな感じでね、もうベテラン勢がねわんさか押し寄せましたよ。そう、ガチの方がね、だいぶ入ってくれましたね、あの時は。もう今見てくれてはるかどうかわかんないですけど。なかなか巧妙な手を打ちますね、とか言って。カンパされた声。そうそうそう。なんか、探り探りで、ここかな、みたいな。アミバが飛行実験してるみたいな感じで。ここかな、そんな感じでねビクビクしながら打ってましたよ。ボードゲーとかも、ああそうですね。カーネギーさんいらっしゃい、こんばんは、ありがとうございます。なかなか終わらないですね。今ちょっとまた親にらみのエリア探索をしてるんですけども、ちょっと今日からねフライフィッシングを開始しました。といってもフライでなかなかそのセレクティブに釣れるかというとそうではない。やっぱりねゲドウが釣れちゃうんで。そっからそんなに親が睨んでくる囲碁ガチ勢、初手天元。そう、ほんであのゲームもね、あのサイがすげえルール説明してくれるんですけど長すぎて、ちょっとこれ後で読んどきますみたいな感じでサクサク進めてたんですよね。
った。君はやっぱりルールを理解してないな、みたいな。あ、来たかも。あ、違う。これカジカか。カジカっぽいな。でもやっぱウェットで正解ですよね。サイはここにいた。いや、今は、こう、親にらみっていう魚。多分こんなタイプの魚やと思うんですけどね。ヨシノボリとか、ああいう感じの。カジカとか、山の神とか、あっち系の魚やと思うんですけど。これ違うよな。多分カジカですよね、これ。にしてはなんかちょっと釣りづらいな。若魚か。ああ。カジカでしたね。モロ泣いたふり。エリアが絞れんな。やっぱ手長エビの近くにおるんかな。この辺に手長エビおったんですけど、手長エビを食いに来てたりせんかな。ここまで来るとちょっと深場なんですよね。こんな深い場所におるかわかんないんですけど、違うな。川魚釣って河原で食べてみたい。まあ、あの、用できた缶釣りやったら、マス釣って、その場で焼いて食えたりとかしますよね。その場でっていうか、そのお店に持ち込んで食えるとか。キャンプ場とかでもたまにありますよね。1日2日きれいな水を水通して臭み取った方がうまい。グロくて食えない。これもカジカやな。食わしてバラすか。カジカですね、やっぱり。もっと上流部かな。上流まで行くと船とか鯉だったかな。もうちょっとずつ探っていくしかないですよね、これ。しかもフライが合ってるかどうかはもうちょっと微妙なところ。これなんや。違いますね。別エリアで釣れへんかな、親にらみ。このエリアだけか。
れちゃいます？あれ違うかな？これっぽいぞ。今までこんなの釣りましたっけ？これやろ多分。なんかギルっぽいな。ああいうカジカ系の魚じゃなかったですね。でも多分これでしょう。親睨んでそうな顔してますよ。ああバレそう。あーでもフライ正解やったな。表層バレしそう。次で抜く。やりましたやったやったやった。ヤクザの模様してますね。よし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 、ついに百種。親にらみ生活大河川中流、綺麗な水の暖流域に生息している。胸びれの近くに目のような模様があり、大きな魚の顔に見える。利用普通食べない。今日クリアありますね声変える来ましたよ。これが噂の親にらみ。まあ、やっぱこのサンフィッシュ系の魚ですね。体高はちょっと高くて、でもまあ11センチなんでそんなにでかい魚ではない。キリいいし、ここで攻略完了。釣れましたよ、ついに親にらみ。残り2魚種。いやーどうしようかな。先に赤目狙いに行くか。これ今何時や。9時55分。いやーやっぱちゃんと釣り登ってよかったな。これ日中でしたよ。普通食べない。でめっちゃ臭いんちゃいます、普通に食おうと思ったら。そうですよね。でも102魚種ってちょっとキリ悪いですよね。ヌシ釣り4、ゲームボーイのヌシ釣り3とか4とか60とか80とかやったような気するな。魚種は夜の川釣りって聞かないけど、まあめったにしないでしょうね。多分危ないし足場が見えないんで。ただまあ生酢とかああいう川釣りではないですけども、池とか沼とかは夜釣りはやったりしますよね。コンプ特典欲しいですよね。ゆきちゃんの絵みたいな。これもフライ行くしかないでしょ。いや買ってよかった。フライロッド天から毛張り餌釣り、黒川虫っぽいやつをつけたらいいんですよ。これマッチザベイト。リーチ。天から毛張りとかあるやん。これつけたろ。これめっちゃピンポイントで釣れるんちゃいます？最近釣りか相撲しかやってない。いやいや、GB 原人やりましたよ、GB 原人。GB 原人、長く苦しい戦い、やったじゃないですか。いや僕はね、ほんまに新しいゲーム始めたいのは山々なんですけど、ちょっと前も言ったように配信ツールのあれを変えたいなと思ってるんですけどね、なかなかそれが億劫で、億
空でなかなか進んでいかない、あれは共感しかない。単発枠ね、お試し枠もちょっとやりたいんですけどね、この時期やからこその一枠お試し枠、まあパラダイス枠みたいな感じですけど、今年も釣り相撲で押していく。まあでもね、相撲つくは言うてる間に終わりそうな気配もしてきましたけどね。あれネスの錦成長しきったら行くかもしれないですから、でもこれ天から釣り、あそうか、別にシーズンでもいいかな。なかなかね、でもその配信ツールを変えるってめんどくさいんですよね。一から設定し直さんとダメなんで、ウグイやな、ウグイが来てますね、大作がます。いやまあそうなんですけども、それに伴って配信ツールを変えるか、それともこのままのシステムをそっちに持っていくか、まあニコニコはもうそのままでやるんですけど、本物の相撲が盛り下がった頃に終わりそう。意外と楽、一生終わらない気もする。四季英雄伝クリアの方がめんどくさい。いやあれはでもほんまにあの枠数を感じさせない面白さでしたよ。やっぱりね、過去に途中で投げてたけど、その嫌で投げたんじゃなかったでしたからね。データが保持できなくてやめちゃった感じやったんで、めっちゃ普通にできたなあれ。神ゲーですからね、感動すら覚えましたから、あのゲームで。わらしべ積んだのもシナリオ通り。わらしべね、あれほんま鬼でしたよね。アイテム欄いっぱいになって重要アイテム消えるって、しかもあれ多分定価めっちゃ高いですよ、四季英雄伝って。ようあれでゴーサイン出たなという感じですよね。この辺もウグイエリアか、リクさんいらっしゃい、こんばんは。
よっすありがとうございます。ついに100魚種まで来ましたよ。100魚種うぐいやな。 PC がギコギコ言ってる。親にらみ釣れました。ついにちょっと今日からね、毛針そのフライロッド買って、あと2週でしょ。あと2週、あと2魚種。こっち、こことか、ここでも前投げたんやったかな。あーでも入るな、ここの流れに乗せてナチュラルドリフト。入らん。151いる？この辺もバスエリアなんですよね。あと2種でしょ。データ消えると天高くからネスサンダー出ますね。まあでも64もね、もうあの電池変えてやってるんで、よほどのことがない限りは消えんかな。64はでもなんかすげえ頑丈なんですよね。あの基板が出るまでに結構な手順が必要。なんか変な鉄板でシールドされてるんですよね。ファミコン本体みたいな感じで。やってない釣りゲーはない。いやありますよ。ていうかそのね、釣りゲー、いや釣りゲーはね、もうほんまやりたいのもう山ほどあるんですよ。山ほど。磁石で釣る魚のおもちゃの実況。こんばんは、いらっしゃい。ありがとうございます。オブエーさん。昔持ってましたよ、あの魚のおもちゃ。釣りのおもちゃ。あ、これ手長か。手長エビやな。で、あれ見えてんのは？ウグイか。大桜マス、もっと真っ黒、真っ黒でしたよね。ブーブーちゃんさんいらっしゃい、こんばんは。ありがとうございます。一番おすすめは、まあその、ジャンルにもよりますよね。でも前も言いましたけど、やっぱあれかな、ウキウキ釣り天国かな。あとはキラーバス。キラーバスも割とおもろいですよ。まあバス釣りの人はでもやっぱりあれかな、バスランディングかな。海原かわせも釣りゲーですね。釣り太郎はあの BGM を聞くためにはおすすめします。フラ、うおーバス来た。フライでバス釣るみたいな、ちょっと流行りましたよね一時期。全部一緒じゃないですよ、全然違いますからね。あとはね、もうほんまにおすすめの、その釣りゲーではないんですけど、釣り系ゲーがあるんですけどね。それは、あの、実況する予定なんで、その時をお楽しみという感じですね。ブレスオブファイヤーは、あの、釣りゲーのおまけに RPG がついてます。釣りコン使えますから、ブレスオブファイヤーは。しかもなんと通コン側に釣りコンを刺して釣りができるっていうね、天才仕様ですから、カプコンが。カプコンがあの
全勢力をかけて作ったあの釣りで怒られる。やっぱトップじゃ、でもトップで出るんか。マスですもんね。黒川虫だけに囚われる必要ないか。デジワーも釣りゲー？デジワーで何ですか？デジモンワールドかな？スイッチでダンボールのゲーム発表してた。あ、釣り身みたいなのありましたね。普通の紙 RPG もたまにはみたい。あー、まあ、やるとしたらでもあれかな、もう過去にやってるやつをやりますかね。まあ、ほんまの紙 RPG は結構もうやっちゃってるんで。ミスティックアークあたり、もう一回やりたいな。マジで面白いですからね。マーベラス神ゲーやった。うわ、濃いか。ドキッとしますよね、やっぱりトップで食ってきたら。いや、放送でやったのじゃなくて、過去に僕がやったのですね。でもまあ、ミスティックアークに関してはもう、何回と、やってるんですけど、最近 RPG やってないですね。だからまあファミコンの RPG はもう確実に1本やる予定。まあ2本か、2本は、いや、もう確定してるのはまあ3本以上ありますね。 RPG、 ファミコンの RPG。 ただ RPG 続きなのもどうかという感じなんで、まあおいおいって感じですよね。もう一回ブライやってもいいですしね。ブライ八玉の勇士伝説、あの神ゲん？ GB？ それで2018年終わりそう。 GB ってゲームボーイですか？ゲームボーイの神ゲームをね、やるやる言ってて全然やってないやつがあるんで。ビタミーナ王国とか、ガチの神ゲーですよね、ほんまに。おすすめ RPG にあげてもいいレベルの神ゲー、ビタミーナ王国。ゼノブレイド2、あえての。プロレスゲーは、まあでもあの、ランブルローズとか、たまにやってるんですけどね。ガチの方のプロレスゲーってことですかね。ファイアーエンブレム、まあ、ファイアーエンブレムもね、もうこれまで嫌というほどやってきましたけど、まあ、やるとしたらトラキアかな。あの SF メモリーに入ってたトラキア、あれやりますかね。あれはまああとはファイプロとかですかね、プロレス系。ドリキャスのジャイアントグラムも結構おすすめなんですけど、あれ。育成入ってるんでね、ジャイアントグラムは。理性なしで。Wii はまだレトロに入らないですけど、まあ Wii のゲームも僕、やりたいのいっぱいあるんで、そのうちやるかもしれないですね。これね、わたかか。食ったな。ファミリーフィッシング。もう神ゲーですね、あれ。ファミリーフィッシング。結構ゲームやってる。ゲームボーイの神ゲーもね、どっさりあるんで。まあ、パラダイス枠で、これは、今後やりますとか、あとは、そのパラダイス枠でも、やってないゲームは、
やろうとか決めてたやつがあるんで、まあいっぱいあるんですけどね。あ、フライ取られた。黄昏の王のもう一回あれはね、僕よりももう皆さんが耐えきれなくなる可能性はあるんで、でも多分あれ四季英雄伝より短いですよ。黄昏の王のは四季英雄伝の方が時間がかかったんちゃうかな。苦行自動作曲システムですよ。でもあの天才仕様何なんですかね、ほんまに。自動作曲システム来ないだけだから大丈夫いや来ないだけならまだいいんですけど、ね、あ、見えた。来るぞ、来る来る、これ来ますよ。これ黒かった今。潜ったな。来た来た来た。食った。よしよし。え、はあ、はあ、でも大丈夫、奪われてない。ここや。よしよし、これあと一周。もう時間の問題ですよ、これ。エリアさえ絞れたらちゃんとして。いや今なんかちゃんと合わせられてなかった。今日クリアありますね。うわ、荒れたかな。一回寝るか。あいつ一匹しかおらんかもしれん。しかもこれドンピシャですね。フライも覚えとこう。ストーンフライのドライで食ったんで、それ以外の魚食ってこないですよ。時間調整の香り。だから、黄昏の王道は、多分ね、26時間ぐらいかな、あれ。だから、2分の1式英雄伝ですよ。2分の1式英雄伝。桃伝でまだやってないのは、あの PS 版の桃伝ですかね。あと2もやる言うてた、言うてて、やってないですけど。2もね、途中で、昔、あの、最後まで行けなかったんで。ただでも、他は、外伝もやったし、新桃伝もやったし、まあ、ファミコンもやりましたよね。PS 版はやってないな。2分の1式英雄伝ですよ。だから式英雄伝そんな長時間やってたんかやっていう感じですよね。黄昏の王道の方がなんか苦しかったような気がするな。まあ、やっぱね、歴史ロマンシリーズを担う一本としてふさわしいゲームでした、あれ。ちょっと一回宿屋泊まりましょう。式は2回やってた。
そうそう、だって、いやでもあれ、その総プレイ時間じゃなくて実況で放送に載せた分ですから、あの戻し作業の分換算してないですからね。多分だいぶやりましたよね。あれ僕の記憶違いかな。式、あ、やっぱり30分枠で106枠ですから50時間以上はやってますよね。黄昏の方でそんなやってないでしょう。だってそれプラスあの戻し作業 ですからね。バグってクロキシ RPG ラワース、うん、そうラワースもちょっとでも前あの久しぶりにやってみたらなんかいけそうな気しましたからね。ラワースやるかな。途中で投げてるっていうのも尺に触りますからね。ラワース今やったらおもろいかもしれないですけど、忘れちゃいけないのはあれですよ、僕がラワースやるということはついでに PS で出てる2もその直後にすぐやり始めるということですからね。その辺ちょっと考えてやらんとどえらいことになるな。オーバーブラッドみたいなことになり、なりかねないですかね。ラワース、ラワースのでも A は結構いいんですけどね。女キャラも可愛いし、むずすぎてクリアできなかったのは、まああの子供の時にファミコンのやつでむずくて諦めたやつとかってありますよね結構。まあでも RPG ではないかな、むずすぎてパッと思い浮かばないですけど、でも僕が今忘れてるだけであるかもしれないですね。主北でいらっしゃい、こんばんは、ありがとうございます。止めるか。あ、来た来た。そうそうそう。よし、今のは乗ったやろ。でかい。これ絶対。バケモン。これ釣り吉三平が目ギューンなりながら格闘するレベルの魚です。林が聞こえる。めっちゃかっこいい体してますねこいつ。大姫マスよりも、うわっ、もう抜くか、あれ抜けるんかな、跳ねただけ。やりましたー、59センチの大桜マスを釣り上げた。これ今日クリアありますよ。いやこれ今日釣ってもうて大丈夫かな。いつもの週末の朝時間に全魚種釣った方が盛り上がったかもしれへん。あと1ですよ。大桜マス、ヤマメが後悔して大型のサクラマスになる。産卵期には体色が黒ずみ、桜色の模様が浮き出る。イワナなどと異なり、
産卵をすると死ぬ。産卵期まずい。マジで今日クリアありますね。あと大アカメですよ。いや、ラストを飾るにふさわしい大アカメ。まあ大アカメもまだエリアが絞れてないんで、てか大アカメに関しては放送終了に気づかないでエンディングを迎えたりする、そういうね、小細工をしようと思ったら大変なことになるんですよ。お分かりいただけただろうか風。やりましたよ。そうそう。いやもう四季英雄伝の時はもう完全に、あ、やばいみたいな言ってますもんね。しかも急いで枠取ってもエンディングがあんまり入ってなかったというね。シャイニングフォースの時もそんなんやったんですよ。でもあれはもうギリギリ神タイミングでギリギリそのロスタイム中にラストシーンがパーン出たような気はするんですけどね。あれ神がかったエンディングにはなった気がするんですけど、私の名前はネスって言うてスパッと終わったような気がするんですけど、最後の一匹釣ったピロリンしましょう。シャイニングシリーズもね、あと一本やりたいって言ってたやつが、これ違うよね、あるんですけど。いや、あと2本かな、あと2本やるかな、シャイニングシリーズ。ちょっと待って、この音何？え、これバグってないですよね。カウントダウン始まりました。ていうか人がおらん。人がほら、どうした？ネズミが現れた。いや、なんかイベント入ってるっぽい。積んだ？若ツンツンヘラチオちゃんに会いに来ました。145個目さんいらっしゃい。そうですね、太鼓リシネ風の積んだ。家帰るか。ほらほら、誰もいなくなってる。ってことはやっぱり赤目がラストフィッシュなんか。大赤目が花坂村みたい。これなんかバグっててここでセーブしたらもう積むとかないですよね。は？まさか今度は赤目も退治するなんて言い出すんじゃないでしょうね。え？あの赤目は大人の力でも引き上げられるかわからんのだ。いくらお前が釣り名人だろうと、あの赤目は釣れんだろう。今日爪ある？今大暴れしてる赤目はそこら辺の赤目とは桁違いの大きさらしいよ。ネス、今海で暴れている赤目はかなりの乱暴者らしいわよ。退治するつもりが逆に
カメに食べられちゃうかもしれないわよ。海は怖いんだから。ビクってしてますね、話しかけた後に。ラス1にならないとアカメは釣れなかった。あ、その可能性はありますね。フラグビンビンですよ、もう。激アツ展開。アカメちゃんがあんなに乱暴者とは知らなかったわ。アカメちゃん？にゃーにゃー。でもそのアカメの情報なんて誰も教えてくれへんだろうな。どういうことですかね。宿屋泊まってみるか。これ宿屋泊まったらこのモード消えるとかないですよね。でもちょっとこの BGM を堪能しましょうか。これ、あ、でもこれセーブしていいかな。一応のやつ。あのでも癒し BGM がいいんですけどね。ちょっとあれじゃないですか、釣り太郎のあのナマズのところの BGM みたいですよね。あのおどろおどろしい。いやーでもついにここまで来たな。そう、いや最古のやつはあれですよ、ヘラブナですよ。そうそうそう、あの頭おかしくなりそうな BGM は。いやちょっとセーブしましょうか。セーブしよう。つまり101匹釣ってたらこのイベントが発生するってことなんですかね。これから彼氏がアカメを釣りに出かけるのを邪魔しないでね。村人の喋ってることも変わってる。ワクワクしてきた。ちょっと一回別エリア見ましょうか。村長に、あ、しまった、ここネズミおんねん。ネズミが現れた。この BGM がちょっと安心する。てっきりラストですよね。新主ですよ、新主多分。届かない。え仲良し度マックスなはずやのに。ほら、よしよしよし。でも仲良し度下がってるな、前に比べると。あ、おやすみなさい、ありがとうございました。
去っていかないですね。ちょっと村長さんの家、今河口で大暴れしている。赤い目をした魚は赤目というのを頑張って釣り上げてね。河口の方では赤目が暴れ回ってみんな困っているらしい。どうだろう、あんたの腕を見込んで頼むんじゃが、赤目を釣り上げてきてはもらえんじゃろうか。うわぁ、いやそれはちょっと怖いんでやめときます。そうか、いくらお前さんが釣りの名人でもさすがに荷が重いか。え、あ、よかったこれでこれでもう一回全魚種釣り直しとかやったらもう発狂してるところでしたね。あー、どうしようかな、これ今日送りします。次回に持ち越した方がいいかもな。もう12時回りましたもんね。週末みんなでやりましょうかねえ、流れに任せる。ちょっとじゃあ今日はもう早めに終わりましょうか。ネズリですからねネズリと言っててもこの展開に僕ちょっとテンション上がって目覚めてきましたよ。ミサゴが現れた。もうここで決める。そしてまた誰も見てないうちに釣り上げちゃうんですよねいつものパターンからいくと。あーでもいいなこの展開。ちょっとでもこれかな、クソでかい魚影で出てけへんかな。アーカイブでハーハーする最後くらいちゃんと見たい。BGM いいな。クライマックスにふさわしい BGM ですね。いやでもちゃんとタイトルに決戦大赤目で撮ろう。お正月の富士フィルムの CM みたい。はい、というわけで、今日のところはこの引きの強い状態で終わっておきましょう。まああれですね、土曜か日曜の朝枠でやるかな。いやまさかね、まさかガチで今日送りの展開になるとは思ってなかったんですよ。またいつも通り、あー今日も結局3周いけると思ったけど1周で終わっちゃいましたねみたいな。土曜の朝は予定が
まあできたら日曜日にやります。週末のね朝にやってきたゲームなんで、基本的にはタイトルもね、今日は通常タイトルなんでね、決戦大ワカメでいきましょう。というわけで、今日のところはここまでにしておきたいと思います。それではニコニコ生放送、そしてフレッシュネスファクトリーオブエーを見に来てくれた方、ありがとうございました。コメントしてみてくれた方、ロムって見てくれた方、あとアーカイブで見てくれた方もありがとうございました。とりあえずここで終わっておきます。それではお疲れ様でした。ありがとうございました。そしておやすみなさい。ほなまたね。